3月28日木曜日、名古屋松江でソメイヨシノの開花が発表されました。名古屋の標本木の写真です。ウェザーニュースのスタッフが撮影しました。もう数輪開花しているのが確認できます。名古屋は平年よりも4日遅く、昨年よりも11日遅い観測です。今年は平年よりも遅い開花となった地点がこの名古屋も含めて多くなっています。名古屋でのソメイヨシノの開花が3月の25日よりも遅くなるのは2017年以来7年ぶりのこととなります。また松江では平年よりも1日早く、昨年よりも8日遅い観測です。現在ウェザーニュースのアプリの中ではソラミッションで桜は咲いているかどうかのアンケート調査を実施中です。お時間のある方はぜひご参加ください。今後もお天気や桜についての最新の情報はウェザーニュースのアプリからご確認ください。